ちょっと待ってて。すぐ準備終わるから。お待たせ。どう？似合う？どうしたの？驚いた。買ったのよ。うん、夏期講習の契約金半分は前払いだったから。じゃあそろそろ行きましょうか。決まってるでしょ。花火をする場所よ。あっち。火と水が帰る場所。
綺麗ね。鳥はいいわね。いつでも風を浴びることができるから。だけど私は飛べないツバメなの。自由になれない。どこに行くこともできない。そう、私には何の能力もありはしないの。鳥は飛ぶために翼を持って生まれてきた。風を受けて羽ばたかなければ墜落して死んでしまう。そう。けれど私の羽はもう。ありがとう。でも、その気持ちだけで十分よ。
ろそろ始めましょうか。ほらほらほら、ケイ君もやりなよ。綺麗だよ。どうしたの？いっぱいあるんだから遠慮なんてしなくていいのに。やっぱり花火といったら線香花火よね。やっててもつまらないよ。ね、一緒にやろうってば。悪いけど
私の勝ちみたいね。線香花火の勝負でお前が勝つ方法は簡単だ。まず相手と自分の火の玉を比べてどちらが長持ちしそうなのかを冷静に判断しろ。もし自分の方が長持ちしそうなら何もする必要はない。ただ黙って勝負の行方を見守ればいい。けれど相手が長持ちしそうな場合、その時はトルストイの戦争と平和について7文字以内で論じてやるんだ。あまりの博識っぷりに相手はたちまち放心状態に陥るだろう。んでその隙に相手の花火水をぶっかけてやる。ねえ、ケン君？昔、線香花火で賭けしなかった？うん、そうじゃなくて、火の玉が消えるまで落ちずにずっと残ってたら願い事が叶う。途中で落ちたら願い事は叶わない。
そう？私は、あるよ。私ね、だから、線香花火が好きなの。でもね、でも最後まで火が残ることは一度もなかったの。つまり一度も願い事は叶わなかった。今回は叶うといいな。この願い事。ケン君。ケン君は願い事をしてる？